はい、ということで今回は三重県熊野市上川町の滝神社に来ております。はい、これね、神社のすぐ手前なんですが、今のあたりに車は止めようと思ったら止めることができます。それだけちょっと覚えておいてください。で、今ね、撮影したところを渡った反対側、こちらに橋があって、そこの細い道をね、歩いていくと神社の方に向かうことができます。で、この場所はね、もうあと1キロ行くと和歌山県のね、北山村というところに行くような山の中でございます。はい、ということで、先ほど申しましたが、神社の名前は滝神社です。ということでね、なぜ滝神社という名前なのかということは、もう少ししたらね、その理由がわかります。はい、ということで、山の中の本当に静かな神社なんですが、ここはね、サムネイルにもね、書いている通り、ある神社に、必ずあるものに、白蛇さんがね、まあ私がそう感じたということなんですが、白蛇さんが、それこそ表にね、現れ出てきておりますので、ぜひね、それを見ていただければと思います。これはね、見る人間がどう感じるかということなんですが、ということで話を戻しますが、ここね、巨大な岩です。おそらくこれ一枚岩じゃないかなと思うんですが、見てわかる通りこれね、緩やかな滝になっています。そして、わかりますかね、左に大きな、あの岩があって、そこにね、前にね、しめ縄があるんですね。で、なぜここにしめ縄があるか。そして先ほど言いましたように、滝と言った理由はなぜか。滝神社の滝ですからね。はい、ということで、一旦ちょっとここ離れましてね、ここを離れて、参道の方を歩きます。この参道ね、上と下に分かれてます。上の方ももちろん、歩いていけるところですが、まあ、下の方がね、神社の何て言うんだろう、下の一番階段の下の方に降りることができるので、下を通った方が個人的にはいいかなと思います。まあ、私がね、一旦この上の方に来たのは、この木がね、本当に斜めでね、倒れそうな、それこそ高千穂の、八大竜王神社ね、あちらのような木だったので、撮影に来ました。はい、見ての通り、苔むした木でね、もう まるでね、竜さんのような、そんな木でございました。ということで戻ってまいりました。ここね、滝、実は、この滝神社の御神体は、この滝だそうでございます。これがね、御神体です。ということで、あんまりね、無理してね、撮影しようとすると落っこちちゃった危険なんで、そこだけは気をつけてください。ということで、今、下の道をね、降りてまいりました。階段になってるんですけど、ちゃんとした。もう苔むしてましてね、もうふわふわしてクッションのようでした。ただまあね、苔、せっかくね、ここまで大きくなってるんで、あんまり踏まないようにしてあげた方がいいかなとは、個人的には思いました。でもまあちょっと、避けると歩けないんでね、歩かせていただきました。ということで、滝神社のふもとに参りました。はい。今ね、左の方ね、ちょっと杉とかね、伐採してて、ちょっとね、寂しくなってるんですけど、まあそんなこと言ってもね、植林で埋められたものですからね、文句は言えません。はい、ということで、階段。この上もね、苔が、いっぱい生えてます。ただここはね、ちょっと気をつけないといけないのが、よく滑ります。本当に滑りますんで、ここはね、慎重に歩かないと、焦げちゃうと思います。ということで、ここだけは気をつけて歩いていただければなと思います。で、このね、滝神社さん、御祭神はね、なんと、これ天照大神もいらっしゃるんですが、ここには、ね、いっぱい多くの神々がいらっしゃいまして、龍さんでもあります、イザナミの御事から生まれた、水葉の目もいらっしゃいます。そして、穂の家具土ですね、家具土もいらっしゃいます。御祭神がね、小さな神社ではあるんですけど、合祀された神様たちがね、いっぱいいるんで、多くの神様がいる神社でもございます。はい。ということで、先ほど言いましたように、水葉の目もいらっしゃいます。ということで、あとね、こちらの方には先ほど申しましたように、白龍さんってね、白蛇さんですね。白蛇さん、まあ白龍さん、まあ見る人によってね、それは、どちらで解釈しても私はいいと思うんですが、いらっしゃいますんでね、それを、もう少ししたら映します。ということで、今から、一番最後にね、参拝時間を設けておりまして、その後また階段をね、上がっていく、そういう映像も残してますが、右の方にね、これ、遥拝所がありました。どこに対する遥拝所かはわからないんですけど、遥拝所があったので、一応、はい、頭はね、下げておきました。で、この遥拝所の手前に、はい、手水舎があって、これでございます。手水舎にね、これ私の場合は、いろいろな角度から撮っているので、まさにこの一番手前の左側ね、これもうちょっと左に行くと、目があってね、これ白蛇さんじゃないかなと思ったんです。
手水舎でこういうの見たことないし、もう私が見た瞬間私はそう感じました。皆さんがねどう感じるかまた人それぞれだと思います。だけど私は映像でいろいろな角度から撮ると多分見る方が酔っちゃうんで、残念ながらねそれはやめようと思いまして、この角度だけにしてますが、私はねいろいろな角度から見て、で見た瞬間もまさにね白蛇さんか龍さんかと思ったので、これはね本当に感動しました。ただもうこれはね見る人それぞれどう感じるかということなので、できればねご自身でね熊野に行っていただいて、この滝神社さんにも行っていただければなと思います。まあ随分ね工程をカットしてますけども、気持ちのいいね川沿いの道を歩くことができます。そして、途中にねご神体である滝も見ることができますので、ね、ぜひそこを見て、階段苔のクッションのね階段を歩いていただいて、皆様がどう感じるかそれを見ていただければと思います。ということで、そろそろね参拝時間でございます。先ほど言いましたように、こちらには天照大御神と、受け持ちの神、大年の神、水葉の目、そして大山積みの神と家具土の神がいらっしゃいます。ということでね、参拝していただければと思います。この後クッションの階段を歩いて帰ります。どうぞ。はい、ということで参拝できたでしょうか。こうやってね苔むした、緑の階段、これね本当の階段なんですよ。だけどあまりにもね苔とかすごくて、階段のようにね少し見えないんですけどね。はい、ということで、白蛇さんと皆さんが見ていただいたでしょうか。それとも、何とも思わなかったでしょうか。まあそれはね人それぞれだと思いますので、それはそれでいいのかと思います。ただ私にとってはねとってもまた行きたい、そんなね熊野の大切な神社の一つになりました。ということで、今回はね、滝神社さんでした。また次回の動画でお会いできればと思います。では、皆さん、さようなら。失礼いたします。